どうもお久しぶりです、エデムです。2週間ほど動画インボケの動画を休んでいましたが、今回ムカデが復刻されたということで、前回クリアした時は銃蔵を入れて、このブレイクアーモン、フェスゲンアーモンは入れてなかったんですけど、今回火力重視のために、フェスゲンアーモン入れて、まあ攻略っていうか一回もクリアしてるんでね、適当になんか最近のこと喋りながら、はい、やろうかと思います。インボケリニューアル前なんですけど、復刻しかないですよね、イベントは。なんでね、動画もなかなかね上げる気になれなくて、お休みしてたんですけど、まあそろそろリニューアルが来そうだと、いうことで、多分火曜のメンテナンスかな、明後日、まあ今日日曜日に上げるとすれば、あさって火曜日のメンテナンスで、まあ、リニューアルされるんじゃないかということですね。まあ、なんで火曜日なのかというと、3月13日はですね、東京グルリーインボークが、ちょうど1年前にですね、リリースされた日なんですよね。なんで、まあ、1周年記念の、ほら、アイテムとか配るとか、ついでにもうリニューアルするんじゃないかと、てかもう今のタイミングしかないでしょうということで、多分やるんじゃないかなと思ってるんですけども、どうなんでしょうかね。そろそろ待ちくたびれましたよね。もうそろそろしてもいいんじゃないかと。この駆逐強襲の流れがね、今何週間目か分かんない。確実に1ヶ月はやってると思うんだけど。あれだよね。心が休まらないね。なかなか。しかも今の駆逐に関しては、だいぶ報酬がうまいからさ。だって共鳴剤最後の方のやつ取ろうとしたら45万ポイントを3回交換しなきゃいけないってさ。すごいよね、本当に。これどうしよう。本当にすごいと思う。これ間に合わないんじゃないだろうか。俺、前回のね、なんだっけ、シャチか。シャチもね、実質、間に合ってないんですよ。共鳴剤最後1個か2個取れなくて、めっちゃ後悔したんで、今回、駆逐頑張ってるんですけど、ムカデに関しては。期間もちょっと長いしね。で、そう、ムカデのね、期間がね、これ多分、俺の記憶が正しければ、3月20日までなんですよ。このイベントやってんのが。で、3月20日だとするじゃないですか。仮にね、仮にムカデの駆逐が終わるのが3月20日だとして、リニューアルが、まあ俺がさっき言ったように来週の火曜だとしよう。来週の火曜ね。じゃあ来週の火曜は、今週か、日曜だから。今週の火曜は13日で、あと1週間ムカデが続くでしょ。で、リニューアルで何が起こるかっていうと、3D イラスト、3D のイラストで表現されてたキャラが、すべてね、書き下ろしイラストっていうか、なんかあれに変わるんだよね。アニメ表現というか。で、すべてってさ、前のヤンジャンだったっけ、ヤンジャン ?V ジャン忘れたけど、それでさ、広告っていうか、チラシ出してさ、すべてのキャラが、アニメ表現のイラストに変わりますよっつってんのに、ムカデの駆逐が20日まであるってことは、このムカデの、イベントのさ、テロップっていうか、あれがさ、20日まで残るってことじゃん。それどうなんのかなって。EX キャラ本当にっていうか、 EX キャラは結局しくったな、変わんないんじゃないかなって、イラスト的にどうなんだろうねとか思っちゃったりしてるんだけど、もしね、あさってのリニューアルで全部イラストが変わるんだったら、20日まで残ってるこのムカデのイラストはどうなんのかっていう話なんだよな。ムカデ変えなくていいと思うけどな、普通にかっこいいし。畳みかけます、これで。そこ、まああれだね、前回
前回俺どうやってやってたんだっけな、これ。あ、やべ、そうか、出血してんのか。前回あれか、まだ金木をフル覚醒させてない時期か、これ、もしかしてやってたの。そんなような気がする。ほんと正直な話をさせてもらうとね、この東京グルーインボークね、1年持たないと俺思ってたんだよね、最初の方は。本当に多分そう思ってた人もね、まあたくさんいると思うんだけど、口に出してないだけでいいと思うんだけど、俺は正直持たないと思った。うん。でまあリニューアルっていうね、前のグルカルと同じリニューアルをしたわけなんだけど、まあ、ここから、まあ、多分1年ぐらいはやるんじゃないかなと思ってますね。まあ、アニメが始まるっていうのがね、でかいんだよね、結局のところ。ネタが増えるから、やるネタが、ストーリーに関しても、イベントに関しても、まあ、キャラに関してもね。やっぱネタがなくなってくると、その、上位互換のキャラを出したりとか、上位レアリティを出したりとかっていう方向に走っちゃうから、まあ、それがね、多分アプリの衰退をこう、なんて言うんだろうね。促進させちゃうというか、まあ、本当にアニメは始まるのはでかいと思いますね。ほいっと。まあ、こんな感じで、シャチはね、まあまあ早く回れたんだけど、ムカデは安定して回れるけど、時間がかかる、本当に。倒さなきゃいけない敵が多すぎる。ワンフロア2体、2フロア2体で、まあ最終フロアで足1本ずつとムカデ本体。時間がかかるね、本当に。まあ、こんな感じでね、3月20日火曜日13時59分までですね。あ、いつも13時59分だっけ ?1 時までじゃなかったっけ、わからん。忘れた。はい。ということで、まあ俺はリニューアルは明後日だと踏んでるんですけど、まあね、またリニューアルされたら、ぼちぼち動画投稿を再開したいと思ってるんで、まあよろしくお願いします。僕は今絶賛花粉症にね、悩まされてるんで、ここ1ヶ月、ここから先1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、本当に、聞きづらくなるかもしれないんですけど、ご了承ください。というわけで、お疲れ様でした。また次回の授業でお会いしましょう。